たのが紙パックに入ったやつが、紙パック入ってて何が何だったかよく分かんない。銀線。サービスエリアね、スタバもあると。売ってるね、売ってる売ってる、マグカップ。あとでスタバ用の、あとお土産も釜飯も売ってます。あ、そう、これ何、武田信玄とか。武田信玄と諏訪姫。武田信玄と諏訪姫撮ってるよ。撮ってるよ。知らん。こ、うん、甲府だけじゃないよ。だって沼津だって。信玄君が抑えた地域だから。まあそうだね。まあ貝の出は貝だからね。豊富だから。そっちか。あれかな、こんな時間から入ってるやつがいるのかな。なんかドッグランもあるんだ。
しかいないんで、ちょっと中を撮らせてもらいました。すごい。相当梅子さんがね、来てましたね、諏訪湖サービスエリア。はい、もうね、帰りですね、高遠そばも食べました。長野を満喫して、今、諏訪湖サービスエリアで、ハイウェイ温泉に入り、そして諏訪湖で展望をして帰るという感じでね。あとは、ここから2時間ぐらいかな、2時間ぐらい走って無事に夜まで帰りたいと思います。わかんない。
漕いでもいいのかな。お、船だね。漕い。漕いだ。すごい来た。近場に寄せて、近場に決めようと。ここ？うん。ついてきてる？本当だ。
ました。